護衛病棟。もしもし、俊平です。護衛病棟の藤井ですけど、処方箋お願いしてもいいですか？あ、今僕麻酔科今月から回ってて。あー、すいません、間違えました。そうなんですよ、先月までは護衛だったんですけど。あ、そうですよね。もう今日から麻酔科なんで。あ、俊平先生、今日から麻酔科でしたっけ？勘違いしてました。そうなんです。だからちょっと他の多分回ってる研修いると思うんで、はい、その先生にお願いしていただけると。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、藤井さんおっちょこちょいですかね。あ、すいません。はい、すいません。また何かあったらお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。藤井さんおっちょこちょいだからな、よくあるんだよなこういうの。動画を見ていただいてありがとうございます。ちょっとでもいいなというふうに思ったら、ぜひともチャンネル登録してください。よろしくお願いします。